こんにちは、速稼塾の久保です。今日の陰郷おやつ最終日ですね。ビールの最終日なんですけども、ドスエクイスっていうやつですね。3頭の馬って意味ですか。ドスっていうのはセロ、ウノ、ドスといって、スペイン語でゼロがセロ、ウノっていうね、ゲームがありますけども、あれが1、ドスっていうのは2ですよね。セロ、ウノ、ドス、セロ、ウノ、ドスだから、あ、2頭の馬か2頭の馬ですね。多分寄り添うカップルなんでしょうね、きっとね。こちらの方はメキシコ産でございます。アルコール度数は 4.0 と、今まで紹介した中で一番薄いやつですね。それで 355ml です。じゃあ早速いただいてみようかと思います。やっぱりね、向こうのビールってのは瓶の色に特徴がありますよね。これ緑で、以前はちょっと茶色かったでしょ。さまざまな色で私たちを楽しませてくれます。じゃあどんな色かな、ビール自体は。あ、なるほど、琥珀色ですね。黄金というか普通のビールの色です。やっぱりね、向こうのビールってちょっと泡があんまり出ないような感じなんですかね。私の付き方がまずいのかもしれませんけども、いただきます。あー、これはね、今まで飲んだ中で一番まろやかで、スッと喉にきますね。美味しい。なんかね、サイダー感覚ですね。ここに王様の絵が描いてます。で、王冠は XX って書いてますね。今日はところで母の日なんですよね。おつまみはこのね、ロースですね。肉、いただきました。昨日ね、 100g 398円で買ってきました。ちょっといつもより高めのやつですね。うん、塩も胡椒も何も振らない状態で十分いただけます。いつもの中山牧場。うん、おいしい。乾杯、母の日。現在朝7時、朝7時ということは、うん、私にとってみたら昼食みたいなもんですね。昨夜もね、深夜1時起きですからね、もう6時間ほどやってるんですよ。うん、深夜って撮影がはかどるんですよ。なんせ電話はかかってこないし、来客もないからピンポン押さないでしょ。で、静かなんで音声が取りやすいのと、周りが暗くってライトを当てるとやっぱね、色が冴えるんですよね。昼間だとね、いろんな光が反射して割と綺麗に映んなかったりするんですよ。まあ私の場合、撮影環境すごくね、雑ですからね。専門の撮影器具特にないですからね。あのカメラ買ったりマイク買ったりする YouTuber さんいらっしゃいますけど、私はそういうの全然買わないですから。私のコンセプトは無料でどこまで行けるかってところなんですよ。ですんで、ホームページとかも1万個以上作りましたけども、1万4000個以上無料のやつだけですね。だからドメイン取ったりサーバーなんとかっていうのはやんないですね。やり方知らないわけじゃないんですけども、もう多分やらないですね。これだけ無料のものを使いこなしちゃうと、お金を払ってどうこうってあんまり感じないですね。まあ緊急事態宣言出てますけど、ちょっと気になるのはね、あの秋葉原ですね。あのオタク文化のメイド喫茶とかあるじゃないですか。ああいうのがだいぶ様相を変えたのかなとかね。あの、まあ、私はほとんど行ったことがないんですけども、メイド喫茶の女の子とかマスクしちゃうと、ちょっとファンの方ががっかりなところがあるんじゃないですかね。マスクしちゃうと誰か分かんないですもんね。それであと笑顔が分かりにくいですね。やっぱこう口元こう上げていただいて、口角上げてニコってしていただいたりとかね、見える唇とかがすごくチャーミングだったりするんですけども、マスクしちゃうとね、仏頂面なのか笑顔なのか分かりにくいですからね。うん、おいしい。というところで、緊急事態宣言発出したらなぜか感染が拡大したというね。 GoTo トラベルは感染拡大には関係ありませんっていうふうにあれほど自信持って去年言ってたわけですから、いっそ GoTo トラベルやったらどうですかね。ステイホームするから広がるわけですよ。人流を防ぐから広がったんですよ。人の移動を盛んにした方が感染を防げるみたいなことは去年言っててね、それを撤回しないまま今年のコメントですからね。だからもう分かってないんだったら、分かんないですとか言って、ね、手を挙げた方がいいですよね。値を上げた方が、
本日は以上です。いただきます。